壊してる。夜間のため視界が不明瞭だ。くれぐれも気をつけてくれ。給油機まで1500メートル。ストライダー1、ウェイポイント1を通過。敵基地到着までの並走の使用は禁止する。全機高度を下げろ。ここからは高度制限を行う。高度600メートル以下で飛行しろ。上出来だ。そのまま行こう。前方に固定式サーチライト、注意しろ。光を避けて飛べ。見つかるな。バジリスク1よりストライダー、こちらの ETA はそちらと差がない。奇襲とはいえそんなに早く LV の確保できるのか。任せとけ。そっちこそその人数で大丈夫か。ああ、全員衣装は書いてきた。笑えねえぜ。冗談が苦手でな。よし、アンパラについていく。頼むぞ。了解した。ストライダー1、ウェイポイント2を通過。谷がさらに狭くなる。気をつけろ。最終作戦をやるんだ。いい加減俺は散っちまったぜ。これが最後の壁だ。カウント、基地を奪い最終作戦の共闘歩とする。皆生き残れよ。ファーバンティでは全員が必要になる。ワイズマンがいなくても中隊長みたいなことを言うやつが何人も嫌がる。ストライダー隊のいいところは隊長が無口なところだな。ポイント4を通過。無線封鎖解除。基地まで残りわずか。もうおしまいか。子供用のジェットコースターみたいなもんだったな。空軍基地を主任、目標地点に到達した。攻撃開始。目を覚まさせてやれ。時間が経つほどこちらが不利になる。さっさと片付けよう。よし、袋叩きにするぞ。ストライダー1、目標を破壊。ミサイル発射。ブリス、攻撃されすぎる。敵はどこから侵入したんだ。今もやられた。行かないと他の機も遠いにやられる。サーチライトを照らせ。敵の攻撃機が全く見えない。敵の対空兵器群の抵抗を確認した。やっとお目覚めのようだ。攻撃の手を緩めるな。敵を叩くなら早い方がいいことに変わりはない。こちらバジリスク1、ただいま到着した。これより着陸する。了解。地上部隊が基地を制圧するときに敵が大勢残っているようでは作戦は失敗するぞ。味方を支援してくれ。頼んだぞ。あ
配達が遅れず、キャラが無料になっちまう。相変わらず冗談が下手だな。こちらバジリスクワン、制圧完了。
基地の主要機能はコントロール下にある。ピザは間に合ったようだな。了解、バジリスクワン、作戦終了。捕虜は国際法に従い処遇される。飯も持ってきたぞ、温かいピザだ。衣装が無駄になったな。ああ、無駄な事務仕事をさせるなとみんな文句も言ってる。笑えねえ。さあ着陸を始めてくれ。着陸管制はこちらです。了解。ストライダー1、こちらバジリスク。滑走路を開けた。着陸を許可する。着いたら祝杯だ。酒は用意してある。減速してくれ。着陸まで3000メートル。進入コース適正。よし、その状態を維持。完璧だ、ストライダー1。ストライダー1の着陸を確認した。行くぞ、彼を出迎えよう。